チャプター5、レッスン4、クリップをフェードさせようということで解説始めていきます。クリップのフェードの作り方、とっても簡単です。紙面166ページですね。まずここの表示を少し大きくしておきます。サムネイルが出るぐらいですね。はい、そしてじゃあ一番最初のクリップにしましょうか。このカーソルをクリップの先頭に持っていきます。先頭に持っていかなくても今この両端に白いマークのようなものが出ると思います。フェードはこれを使います。ちょっと拡大表示させますね。はい、ミキサーも一度消しておきます。そしたらこのクリップの先頭に行って、この白いつまみですね、このつまみに持っていって右にドラッグすると、はい、こういう風な表示になります。同時に上に秒数が出てますね、何フレームですね。今ここが20フレーム。ここで離します。そうするとここのポインターが、20フレームのとこにつきました。で、うっすらこのように斜線が入っています。これで再生すると、はい。こういうふうに20フレームかけてじわーっと明るくなるっていうフェードを作ることができました。で、逆に後ろやってみましょう。後ろも、じゃあこのように20フレームですね、かけてやると、はい、このようにフェードアウト作ることができました。これでフェードイン、フェードアウトの完成になります。とっても簡単ですね。なので、この1つ目のクリップのフェードアウトはなしにして、1つ目は先頭でフェードイン、そしてコンテンツが進んでいって、これちょっと長いので、そして3つ目でラストフェードアウトを、じゃあ1秒ぐらいにしましょうかっていう風にすると、ここにフェードインしてコンテンツ始まってフェードアウトで終わるっていう、これが、フェードインフェードアウトですね。ちなみにこれに関しては、今167ページにも書いてますが、ここがポイントですね。オーディオの方にも同じマーカーが出ます。ここでちょっと再生ヘッドとかして、はい、ここですね、ここも伸ばすことによって音声もフェードアウトさせます。ちょっと聞いてみましょう。伝えるなんか渡しときたい、はい、これなしにすると、手入れした状態でなんか渡しときたいんだよね、ブズッと終わっちゃいます。なので終わり、こうちょっと長めにフェードをかけてあげると、で手入れした状態でなんか渡しときたい、はい、とても自然な感じでブツッと切れてない状態でフェードをかけることができます。はい、それからですね、167ページのもっと知りたいのところですね、フェードに緩急をつけるとあります。で、これ音声のところなんですけれども、ここにフェードアウトかけたものがありますが、ここにポチッと点が打たれています。この点を動かすことで、今は直線的なフェードアウトなんですけれども、これの緩急を、はい、このようにつけることができます。まずこういう風な形にした場合、これどういう風な、表現になっているかというと、ここはすごくゆっくり音が小さく減少していって、ここで急激にグッと減少している、こういう動きを表しています。じゃあ逆にこれはどういう動きかというと、もうここのかなり早い段階で急激にグッと消えて、でここから残りに関しては、もう本当に微妙な変化でフェードをかけているという、まあ、このように緩急をつけたければこれを調整してあげると、より自然な感じでフェードアウトを作ることができるかなというふうに思います。なかなか、このパソコン上、この教材の動画上だと分かりにくいかもしれないので、これに関しては皆さん、直接ですね、ご自分のイヤホン、ヘッドホンつけていただいて聞きながらですね、試してみていただければというふうに思います。はい、これでレッスン4の解説は以上になります。